どうもタブヤンです。スーパーモモテツ3続きやっていきたいと思います。いやー、いつもねちょっと電源を入れるときセーブデータ消えてないか緊張するよねまさにこう貧乏神の持つ爆弾を抱えてるようなね99年まで行くのに一番の難関はそれかもしれないですね。さあ続きやっていきましょう。名古屋まで12マスでボンビーで爆弾抱えてます。そしてカードはこんな感じ、うんちカード、バキュームカード、おならカードというね三大バツバツバツのカード揃ってますね別にどうにもならないんですけど、北海道カードは使えないしな、行くしかないな。いやー、1かきついな。爆弾行く ?151 億持ってます。あー、神戸の中華飯店売られた。くっそー、神戸の中華街もね、有名ですからね。横浜中華街が日本一有名だけどね。あ、爆発?どうなんの?これはな、どっか飛ばされるっていうことなのかな?それだけかな?未だに44年目でよく分かってないこともあるね。あ、42年目でね。さあ。あ、名古屋まで1マスか。おお。で、私はどこに行ったんでしょうね。さあさあさあ。どこ行った?あれ?近づいたね。それだけ?なんか、あとは損してないの?なんか得したね。なんだそれ?おならカード的なものなのか。さあ、逆転ゴールもありえるよ。カモーン!充電カード!よし、おならカード。どうしよう。バキュームカード捨てようか。あー、手伝われたー。経営悪化。2017年2月で言うと、まあ、東芝さんみたいなもんかな。あー、コールされた!えらいこっちゃー。やられましたねー。13億、過去最高ですね。ああ、ちょっとの差で私か。くっそー、どこだ?札幌。フェリーで行くのが近いのかな。いや、でももう、買い物しようかね。ボンビーをなすりつけさえすれば、ね、目的地行かなくてもいいから、私はね。ん?プロ野球チーム買うのか?さすがに買わない。アシュラ社長がぶっ飛ぶのか?特急カードか?わあ、得意カードだね、これは。ああ、これは追いつかない。これは追いつかない。あ、でも札幌だから私、北海道カード持ってるもんね。なすりつけてから北海道行きたい。だよね。ということで、普通にサイコロ振ってかぐや姫になすりつける。よし、6出たのはいいね。あえてこっち側行こうか。ちょっと待てよ、こっちに行こうか。お、浜松入れるぞ。買えるだけ買う。お、すげえ、浜松バイク工場やった。めっちゃ嬉しい。しかもうなぎ食べれる。うなぎも最近2017年高くなりましたよね。ねえ、なんか養殖のねえ土壌をうなぎに見立てたりね。あの近くにもね、おっと、リトルデビル。う
なぎ高いよね。2000円ぐらいするもんね。ちょっといいのになるとね。でもね、私なんか貧乏症なのかわからないですけど、あの養殖のうなぎの方が美味しく感じるんだよね。皆さん天然のうなぎ食べたことはありますよね。ちょっとね、身が締まってるんですよね、かなりね。で、養殖のうなぎの方が身が締まってないんで柔らかいんですよね。なんで私養殖のうなぎの方が好きなんだよな。さあ、なすりつけ成功ですね。ということで、有効に使わせてもらおう。北海道カード、久しぶりに札幌ホールインワンしてもいいよ。カモン、札幌カモン、函館か。追いつかれる前に行かないと。さあ、ポンピーなすりつけたんで、まあ、かぐや姫、かぐや姫はもう最下位決定ということで。42年でアシュラと戦いますから。 OK、 日本中を買い占める。あ、やっぱ、あー、いいサイコロ振るな。北海道カード使っても勝てないのか、参ったね。あ、乗っ取りカードすごいな。さあ、8月、ロック出せばゴール。頼む。うわ、サイコロ運たまには来て。あ、惜しい。惜しいな。ニセコと苫小牧どっちの方がいいのかな。苫小牧行こうか。買える。あ、全部は買えないかこれ。惜しいな。10億はちょっと怖いね。じゃあやめとこう。ちょっと残り10億ってで少ないと思うね、この42年目。アルミ工場ぐらい買っとこう。ちょっと石油工場はまたの機会にね、しときましょうか。やばい、これまくられるぞ。やっぱアシュラとかぐやね、エンマ様が乗り移ってるから、もうサイコロ運が半端ないんですよね。圧倒的差で目的地行かないとまくられるんですよね。あ、久しぶり来たか、キングボンビー。あ、ミニーの方、オッケー。かぐやの時はそれでいいよ。4出されたら終わり。あー、助かった。よし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 。77億。1出せばゴールか。よし、最高。1、珍しく1。あー、ダメかー。4、こっち回りでも無理、無理かー。フラノに入れるか。入っとく、フラノ。あ、以上に増資できる。やっとくか。オッケー。かぐや姫がラベンダー畑1個持ってるのがなんかね。残念ですね。さあ、アシュラー、そろそろゴールするだろうな。アシュラー、ミニボンビーの小遣いも920万まで上がりましたね。あー、殺された。やっぱりな、強いね。でもやっぱ買い物の仕方とかね、私の方が上手だよな、コンピューターより。90億。よし、かぐや姫ね。うん、さあ、どこだ。おお、今年はなんかテキパキ進むね。青森ね。青森、あ、乗っ取りカードって嫌だな。あ、ビール工場乗っ取られる。あ、使わないんだ、優しい。ビール工場乗っ取られなかった、よかった。
どうした？大阪タブヤンズが日本シリーズ。やっ、久しぶりだね、野球。よし、行こう。頑張れ。お、勝った大阪タブヤンズ。阪神のことだよね。やったぜ。赤字のこの球団を手放すずに耐えに耐えた。あ、そっか。え、なんかその、あー、熱狂的な大阪ファンの稲荷が通じた。いや、嬉しい。臨時収入の嵐。16億。やったぜ。赤字球団も頑張ればできるっていうところを見せてくれたな。さあ、青森15マスか。20マスで充電カードだから5出せばね、充電カード使える。あ、2か。トマンも入っちゃおうか。ん？あ、いやいや、これは買ってない。増資はやめとこう。これで全部揃うんじゃない？トマンも。お、スキー場オッケー。制圧、制圧ってファミコンウォーズの言い方だよね。オッケー。ファミコンウォーズ DS 最近やってないな。さあ行こう。ちょっとね、2017年2月はアルバイトばっかりしてるんでね、コンビニで連続勤務なんで、ちょっとゲームね最近してないんだよね。さあ、ボンビー戻って、充電カード使いたいな。エンジェルカード、充電カードとかね、なんかロック進めるカードとか、確実なゴールの仕方でないとちょっと勝てないよね、アシュラには。11月。ああ、今年のモモスラ、あれ、去年忘れてしまったよ。もう鳥取、鳥取被害総額3億。あーちゃ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 ー。3出せばゴールじゃない？ゴー、よーし、ゴール。まあ、ゴールって言っても充電カードの時間がいるけどね。これで20マスでゴールの準備できた。わあ、3億きつい。いや、でも充電してる間にアシュラがゴールするでしょうね、多分ね。でも諦めずにちょっと使おう、充電カード。あ、キングデビル来た。リトルデビルとキングデビル。キングデビル3億ぐらい持っていくんでしょ、毎月。かぐや持ってるね。青森は7マス。もう無理だな、これ。充電カード間に合わないね。でも可能性があるならね。あ、空カード持ってるの。いいな。カードを奪うカードを手に入れたら、空カード手に入れられるかもね。さあ、でも諦めずに使ってみよう、充電カード。3億6800万。きついな。あしら、ゴールするな。よし。あ、函館買い物できそうだよね。伊東洋カード。あ、増資か。もともとアシュラの町なんだ、函館。函館いい町だね。夜景も綺麗だし。1月充電。この充電カードの充電する月数って決まってるのかな、ランダムなのかな、どうなんでしょうね。あ、もう物件なくなったんだ、かぐや姫。農業関係の物件しかないんでしょうね。あ、ゴールしなかったな。
さあアシュラとの運の戦いですね。これゴールするかどうかは。2月は復活しないかな。アトピクス伊勢のテコネ寿司屋ありがとう。あ、まだ翌年に持ち越しか。さあこれアシュラゴールしないでほしいな。おお、すりの銀次、こんな一番お金持ってない人にかわいそう。あ、これでデビュー、キングデビューでも借金生活かな。あららららららら無理だね。ボンビーがついてるのがもう無理だもんね。ゴールするか。おお、やった。あ、なに、スリの銀次が出る4分の1か。12億。あ、保険降りた。アシュラやるじゃないか、保険カード。いや結構楽しかったね、今年はね。42年目。さあ収益ね、123億。なんか語呂がいいね。アシュラ23億。あ、もうダントツだカニ 80%、 すげえ。あ、皆さん来ましたね、初めて1000億突破、イエーイ。さあ次は2000億目指す99年までに1兆円いくのかな。楽しみですね。総資産1000億。そして今年手に入れた浜松のバイク工場がね、2位に躍り出ました。イエーイ。日本中買い占めても1兆円にはいかないのかな。多分今と経済規模が違うんだろうね。今ならもう1兆円なんか全然行くんじゃない2017年だからね。さあいろんな街を巡ってね、楽しんでいきたいと思います。それではまた、さよなら。